くだら高校遺跡は古代朝鮮くだら王国の考古学的な遺跡を紹介する。ここに掲げられた高校遺跡の中にはくだら歴史地域として世界遺産リストに登録されているものもある。新州市史跡城東山城城東山城津くだら古墳群資料館清州市街に隣接する山の頂上に築かれた周囲町。 約4キロメートルの城壁に囲まれた広さ約180万平方メートルの山城。正確な築城時期は不明であるが、三国式に記述あり、500年以上の歴史があると考えられる。城壁の内部は集落があり、食堂、土産物屋等もある。車、路線バスで行くこともできるが、環状道路沿いにある国立寄予想博物館近くの、 登山道入り口より約90分で城壁まで登頂することもできる。新大鳥道地区にある下ら時代の古墳群と資料館、魅力寺市の石頭。2001年から2019年まで改修が行われたが、関西院から原型通りに修復されずと指摘される姿となった、無名横領をはじめとする横領軍、臼山城、丁林寺市、いよいよ、 ミロク市などは2015年の第39回世界遺産委員会で世界遺産リストに登録された。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。